私、皆さんこんにちは。毎回申し上げているように、私のこの YouTube の一つの目的は、もちろん今の、世界の出来事に対して私なりの自分の考えを述べるということと、もう一つは私の元祖国というか、である今中国の下で弾圧を受けているチベット、あるいはウイグル、あるいは南モンゴル、あるいはその中国国民もその被害を受けていること、そういうことについてですね、なるべくメディアであまり取り上げないようなことでも皆さんにご報告するということが一つの目的です。で、その側面から言うと、最近日本においてはとにかくウクライナのニュースだけでですね、ややもすればウイグル、あるいはチベット、モンゴルなどで起きていること、中国共産党の独裁政治の下で弾圧されていることについては、あまり紙面を与えていないというか、紙面を上預かっていないような気もしないわけでもありません。だけど中国によるその弾圧は激しくなってもですね、決して緩和されるようなことがなくて、特にチベットにおいては先週あたりから、先週というのは、5月の8日の週あたりですね、国内から受けた情報によると、東チベットにおいてはですね、ある村に、当局がその村の仏塔をですね、壊すことを命令して、そしてそれに村の人たち動員させるというようなことをやっているということを聞きました。これはある種の踏み絵でもありますし、それをやらないことの人たちに対しては、愛国心が足りないということで、また特別な待遇、特別な待遇というのはよくやるんじゃなくて、逆に取り締まりの対象になるというわけですけど、そういう圧力をかけているということ、それから去年あたりはチベットの、去年じゃない、今年の初め頃と去年2月頃かな、からもちろんその仏像を壊すようなこともやっておりますけど、それは国民に対して、ということよりも当局が壊しました。だけどここに来てその信者にそれをやれということは、その信者の精神的にどれだけのですね、苦しいことか、そしてその民族にとってはどれだけの侮辱であるかということをですね、多分当事者でなければ分からないようなことがあると思いますけど、これはとてもつらいことです。だけどそういうことを今強いられているということ、それからもう一つは今5歳からの子どもたちが強制的に駆り出されというか、その当局から、親から切り離して寄宿舎の学校に入れて、でそこには一切チベット語を禁止すると
いうようなことをやっていると。それから高齢者の方々にまでですね、中国語を勉強することを今強制しているということを聞きます。自分の国において自分の言葉で喋れないということはね、これは大変なことであって、やっぱりその民族を完全にこの地球から抹消するためには、やっぱりその国の言葉を奪うこと。なぜかというと、それぞれの言葉の中にはその国の文化が長い間の蓄積としてあるわけであって、そういうことがですね、今中国としては中華大民族の夢を果たすためには、まず言語から統一しなければならないということを今やっているようであります。日本でもですね、戦後最初のうちは米国は日本語の代わりに英語を押し付けようというようなこともあったというふうに聞いています。でその時はでもですね、当時の日本の政治家あるいは官僚がですね、強く突っぱねて、それを阻止したというふうに聞いております。そのおかげで、今日、私のようにこうやってこう日本語をしゃべっているわけですけれども、もしこれがですね、当時通ってしまったら、多分日本も今日本語を使って日本語の素晴らしい文化文明を継承することができないようなことになったかもしれません。だけどその時 の日本の立派な人たちによって阻止した。でも中国の下では今はそういうこともできないです。だからやはりですね、今世界全体が中国に対して圧力をかけると。でアメリカはですね、今回4月の27日からかな、亡命政府の出席大臣を議会が招待して、でその後にカナダでも招待されて、そしてそれぞれの国において今の中国がチベットでやっていることに対して非難する談話や決議などがされました。日本の場合には今のところそこまでいかないんですけれども、少なくても本当はもうちょっとメディアがですね、取り上げていただければと思っております。それからアメリカは国務次官補がダレラマ法王に会いにわざわざインドまで行くというようなこともしております。でそういうことに関してもですね、日本の、メディアは残念ながらあんまり取り上げておりません。しかしそのアメリカのみならず、カナダそしてオーストラリアあるいはヨーロッパの国々は今もちろんそのウクライナの問題も一生懸命やっていますけど、同時にですね、チベット問題、要するにそのもう一つの脅威である中国に対してもですね、継続的に警戒し、そしてその脅威について真正面からですね、言うべきことをきちんと言っているというのが今の現状です。ですので、今日特にですね、日本の場合には多くの方々は一応その仏教徒ということに多分その仏教とは何かという厳密な区別というか自覚があるかどうかともかくとして、おそらく一応その自分の家庭環境等から仏教徒ということになっているでしょうから、そういう意味から見るとですね、本来であれば今の西側の国々がですね、ウクライナに関心を持つぐらい、同じ仏教国であるチベットに対してですね、日本がもっと関心を持っても私はいいのではないかなと思っております。これは
もちろんその私の立場だから言うのであって、でも私の立場で私が日本に行ってこうやって自由に話せる環境にいるからこそまた言うわけでありますので、まあ、そういうあの立場からするとですね、あの少数派かもしれませんけれども、あの真実は少数にもあるということもですね、ぜひ皆さんあの認識してもらいたいと思います。あの時たま私今日はあの今チベットにおいて継続的に中国がやっている弾圧についてだけ述べましたけど、あのウイグルにおいてもあるいは南モンゴルにおいてもですね、あるいは中国の国民に対しても、例えばあの今あの中国はあのゼロコロナということを一応その題目として掲げているわけですけれども、その中にはこの実際あのコロナにかかってない人たちでもですね、この、 あの白衣を着たというかあのコロナウイルス対策にかかっている人たちがあの政治的な配慮、派閥的な根拠からですね、お前はコロナにかかっていると言って無理やり連行されたりしているというようなことがあるわけであって、こういうことはですね、あの日本のようなこの自由な国から見るとですね、多分ちょっと想像もできないだろうけれども、しかし、日本人がよく言うですね、あの14億の民と 14億人の人たちをマーケットとして考えるときは日本は14億というけど、14億人の人たちが苦しんでるということはあの忘れてると。だからあのマーケットとして14億があの存在するのであれば、この14億人が今日本と同じような日本のにおいて当たり前のことができないような環境の中にいると。でしかもその体制がもし世界中に対してあの力を持つようなことになったら、世界全体が今の中国と同じようなことになってしまうわけですから、まあ、そういうことから考えてみるとですね、あの非常にあの恐ろしいことが今隣、ね、で起こっていることが、もし、あの自由陣営がそれなり の、 あの対策を練って戦略的に、阻止しない限り、これが世界制覇し、そして世界の覇権国家になるということもあり得るわけですから、こういうことについてのですね、あの認識というのは、まあ、本来であればあのメディアがもっとですね、あの日本国民にいろいろ教えるべきだと思います。あのまあ、日本のメディアは確かにですね、あの真実を歪曲したりそういうことはしないけど、あの国民に何を伝えるかということについてはですね、隠すことというか、国民に伝えるものと伝えないものをかなりですね、あのメディアの特に大きいメディアのデスクのレベルでですね、選別して、そして、その真実、いくつかの真実に対してはですね、まあ、隠すまでいかないにしても無視しているというようなことを私はあの実感しております。まあ、あの皆さん自身がですね、できれば今はあの YouTube などでですね、あのいろんな方面から情報を収集できますので、今私が申し上げたようなことがですね、真実かどうかということを自分たちで確かめてください。おそらくですね、今日本で伝わっていないようなあの今の特に中国の支配下においてはですね、あの極めて残酷なことが今進行中であるということ、そしてそれがやがて放置すれば、あの台湾をはじめ東アジアあるいは世界にですね、あの大きな悪影響を及ぼす潜在的な脅威としてある、存在するということをぜひ認識していただきたいと思います。以上です。ありがとうございました。